充実しきった審議会、侍戸高秀樹、いざ男のプライドをかけたリベンジへ。青コーナー、44戦34勝9敗1ドロー、25ノックアウト勝利、117パウンド4分の1、ベネズエラ、WBA 世界バンタム級第5位、元 WBA 世界ミニマム級、元ライトフライ級、元ライ級、元スーパーフライ級チャンピオン、レオガンス。四十にして歴史に名を残す5階級制覇なるか。18度目の世界戦、不惑のモンスターレオガメス。レフェリーは戸高の世界タイトル奪戦はジャッジ、ガメスの世界王座転落戦でレフェリー、アメリカのアルマンド・ガルシアさん、採点を行うのは3人のジャッジ、オーストラリアのデリック・ミルハン、タイのピニット・プライヤさん、韓国のムン・ホン・ムンさんです。放送の解説は歴代 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンのお二人、第9代チャンピオンの飯田聡さん、第13代チャンピオンセレス小林さんです。この暫定王座決定戦が行われることになったのは、世紀のチャンピオンであるジョニー・フレダルが防衛戦を回避したからです。世紀王者は今後、今日の勝者、暫定王者と真のチャンピオン決定戦を行うことが義務付けられますが、もし世紀王者が決定戦を拒否して王座を剥奪されたり、自らベルトを返上すれば、自動的に暫定王者が世紀王者になります。現時点ではその可能性があり、この試合が事実上の世紀王者決定戦と言ってもいい状況です。プライドをかけたリベンジ、王座返り咲きなるか、侍戸高、史上最多の5回9勝となるか、フワクロモンスターガメス、いざ運命の一戦。運命の第1ラウンドのゴングが鳴りました。 WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦、画面の右側、 WBA 世界バンタム級4位、リベンジに燃える侍戸高秀樹、一方背中が見えている世界バンタム級5位、不惑のモンスター40歳レオガメスです。あっと左の大きなパンチを振っていきました戸高。2000年10月以来の両者再戦になります。3年前は戸高の3度目の防衛戦、ガメスに顎の骨を割られての王座陥落、戸高にとっては今回はプライドをかけたリベンジです。さあ飯田さん、はい、立ち上がりどうですか、戸高の様子は。ややちょっと硬い気もしますね。硬いですか。反対にガメスの方はもうさすがというほども落ち着いて、もう最初から自分のペースで戦ってますね。そうですか。セレス小林さん、はい、ちょっと戸高の方もパンチが大振りというか、そんなようにも見えますね。どうですか。そうですね、ガメスの方がね、思ったよりも前に来ますよね。前に来る。これだけプレッシャーをかける1ラウンド目から来るガメスは珍しいですよね。セレスさんは以前ガメスからタイトル取りましたが、この時1ラウンドどうだったんですか。1ラウンドはほとんど手を出さなかったですね。これ短期決戦を狙ってるのかもしれませんよね。飯田さん、そのあたり40歳スタミナも考えて前半勝負ということなんでしょうか。まだそこまではいいと思うんですけど、やっぱり前に出てきてるのは間違いないですね。そうですか、はい。WBA ルールは1ラウンド3度のダウンを喫した時点で自動的にナックアウト負けの3ノックダウンシステム、ダウンによるカウントはラウンド終了のゴング後も続行します。いわゆるゴングには救われません。偶然のバッティングで続行不可能となった場合、4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降はそこまでを含めたスコアカードによる判定になります。さあ左のボディを放っていきましたレオガメス、世界戦はなんと18度目、4階級制覇、ベネズエラの英雄です。一方の戸高、元 WBA 世界スーパーフライ級のチャンピオン、3年前の10月の9日、このガメスに顎の骨を割られ王座陥落しました。3年ぶりのリベンジマッチに燃える戸高です。いや、ガメス動きいいですよ。動きいい。あ、右。飯田さん、まだクリーンヒットというのはないですか。そうですね、でもガメスの方がジャブがいい形で伸びてるんですよね。あ、右。あ、左服を切った。左左戸高、ああいうパンチがしっかりガメス見えてますね。右が入りました。右が入りました戸高、右のボディ。戸高は最初から大きなパンチは振っていかない方がいいですね。ガメスは見てるんで、カウンターも合わせる準備はできてると思いますから、はいはい。第1ラウンド2分45秒が経過します。残り15秒、12回戦で行われます WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦。
左を伸ばします。左へ回り込む戸高。そうですね、このぐらいの距離がいいですね。はい、左から右、ポイントに、クリーンヒットがありました。第1ラウンド終了。1ラウンドが終わりました。今戸高の右をご覧いただいています。飯田さん、セレスさん、立ち上がりの戸高について一言ずつお願いします。飯田さんから、やはりやや、ガメスよりも気を引ける感じがあるんですね。その力みが抜けてくるといい形になっていると思います。セレスさんが、そうですね、戸高君ね、序盤ちょっと硬かったんですけど、だいぶ動きが良くなってきたんでね、このラウンド楽しみですよね。第2ラウンドが始まりました。背中が見えているのがレオガメス、4階級制覇、ベネズエラの英雄です。一方右側、戸高です。戸高秀樹、日本スーパーフライ級に続き2階級制覇、そして3年前顎を割られて王座を手放したガメスに対する雪辱戦でもあります。第1ラウンド果敢に出てきたのはまずガメスでした。右を当てていった戸高。そうですね、戸高はこうやって当てに行こうとしている距離だとガメスの反対に当てますので、1ラウンドも前半ちょっと距離が悪くなってくると、あのジャブを、ガメスのジャブをもらっちゃうんですよね。なるほど。で、戸高はこのガメスの注意点に対しては、身長が低いので油断するとパンチが伸びてきて当たってしまうと、そういうことを話してます。おっと、フリー。鈴木さん、はい、こちらの戸高陣営なんですけれども、はい、相手が思ったより出てきたけれども、今日の秀樹なら大丈夫と会長自信のぞかせてますね。あ、そうですか。そして右を見せてからすぐ左アッパー突き上げると、こういった指示を出しています。冷静にまずは立ち上がったという戸高ですが、飯田さん、はい、前回の対戦ではガメスの右ストレート、右アッパー、はい、これに苦しめられましたが、どうでしょう今回は。もうそれの対策はもう万全にできていると思います。もう、はい、まずそれが鍵になると言っていいぐらいなので、とにかくその強いパンチ、ガメスの右のアッパーストレートをもらわないっていうところから組み立てると思いますね。セレスさん、はい、そのためにはどうでしょう、正面に立たないことって戸高は言ってましたけども。そうですね、やっぱりサイドからの攻撃ですよね。サイド、はい、戸高さんもあれなんですけど、戸高選手もジャブを単発ではなく2発3発ついていくと画面の状態が、後ろに下がるんですよね。すると強いパンで打てないので、そこから攻撃を組み立てたいですよね。戸高としてはコンビネーション。そうですね、戸高さん、はい、ガメス陣営なんですが、はい、田中さん、あと右、ガメス、はい、どうぞ。バッティングに気をつけろということと、あとは左を出してボクシングをしろという指示を出していました。左を出してボクシングをしろ、この冷静にやるという面では飯田さん、はい、戸高の方も今回は冷静にボクシングをしたいと、ちょっと前回熱くなりすぎたかなってこと言ってましたけども、はい、そうですね、性格的にも打ち合いたい選手だと思うので、またこういうリベンジっていう自分からもこう、そういう気持ちでこう高めていってるんですけれども、やっぱり相手がガメスもう超ベテランなんで、ね、はい、そういうのをなるべく抑えて冷静に戦ってもらいたいですね。セレスさんね、40歳といえどもガメスは一発ありますもんね。そうですね、パンチ力というのはやっぱありますからね。さあ、じりじりっと前に出ているのがレオガメスです。2分30秒を切りました。第2ラウンドも残り30秒を切りました。あと2今みたいな形ですね。後ろに重心を置かせてそこでストレートを伸ばしていくと当たると思いますね、はい、構わず前にじりじりっと出てくるレオガメス、左をついて、おっと、足を踏んだというジェスチャーでしょうか。戸高、詰めるときは、ね、ロープまで詰めたいですよね。ロープまで、はい、クリンチに行きました。戸高です。第2ラウンドも時間がなくなりました。第2ラウンド終了です。両者の体格比較です。身長は戸高が9センチ高いんですが、リーチは 3.5 センチしか差がありません。戸高はガメスが小さいからと油断しているとパンチが伸びてくるので要注意と話していました。主力の方ですが、眼筋膜、眼下内壁骨折と2度の手術を受けた戸高の左目、心配されたんですが問題はありません。第3ラウンドが始まりました。飯田さん、ここまで 1,2、はい、ラウンド見て、有利不利、こういうのがあったら教えてください。いやー、まだまだですね、はい、なかなかこうどちらも自分のペースをつかみきれず、ガメスはこうやって前に出ていくスタイルをやりたいようですね。なるほどね、はい、これ1ラウンドからこうずっと徹底してやってますね、ガメスね、はい、あっと右、伸ばしていきました。セレスさんはここまで 1,2 ラウンド見てどうですか。そうですね、まだどちらとも言えませんよね、うん、お互いにジャブの付き合いです。3年ぶりのリベンジマッチ、戸高秀樹、かつて世界チャンピオンだった時の防衛戦は発熱、発疹、減量区、
眼筋の麻痺、いわゆる左目がちょっと物が二重に見えたりするアクシデントもありました。逆境の中での飯田さん戦いだったわけですね。そうですね。で今回は完璧だというんですが、はい、まあ、多分そのいろいろそうやって、まあ、体の調子が悪くなったのも、はい、まあ、減量の影響もあったと思うんですよね。まあ、今回こう1回帰上げて、はい、そういう問題もなく本当に伸び伸びと練習の段階からできたと思いますね。4週間にわたるロスでのキャンプを全て順調にこなしました。東京入りしてからはほとんど、まあ、ウォーキングのみで調整をするという、まあ、セレスさん、この辺りはもう完璧と仕上がりと言っていいんでしょうね。それ、それで減量も、ね、やっぱ楽だったってことですからね、はい、さあ前に出るぞ。そして30歳を迎えた戸高、戸高はしみじみと話していました。飯田さん、はい、男はやっぱり30超えないとダメですねと、まあ、この辺り精神的な充実度かなり違うみたいですね。まあ、これだけもうチャンスを待ってます。右、ガメスの右のカウンター。カウンターですね、これ。ガメスの右カウンター。これは気をつけないといけない。自分からジャブつきたいですよね、戸高選手。さあ、ここでガメスのちょっと、そうですね、あの距離が分かっているんですね。戸高右、ガメス。これは食ってはいけません、戸高。鈴木さん、はい、そのガメスなんですが、俺は必ず KO するとさっき話していました。あ、そうですか。そういえば前回3年前の対戦も2ラウンド3ラウンドこの辺りからガメスの右のパンチが戸高の顔面をヒットしまして、そこで顎の骨折を誘発しました。やはりこのパンチには気をつけないといけない戸高です。ガメスの方がコンディションはいいと話していました。ちょっと右のタイミング危ないですね。危ないですか。ちょっとこのラウンドセレスさん、ガメス出てきてますね。そうですね。いや、最近の中のガメスは今日一番いいですよ。ああ、そうですか。減量区もなく来日以来いつもご機嫌だったレオガメス、右、これは間一髪外しました。有毛を畳んで持久力があるというジャネーロ族出身のガメスです。トウモロコシや牛乳、蜂蜜を食べて育ったといいます。体の中からエキスが湧き出てくるんだと、そう不気味なことも話していました。さあ、トラカ、さあ、第3ラウンドも時間がない。トラカでね、サイドから動きたいですね。サイドから真ん中に立ってはいけない。第3ラウンド、ガメスのカウンターが入りました。セレスさん、これ怖いですよね。そうですね、これもね、戸高君だから倒れないんですよね。おー、3年前はこの右のパンチ、アッパーなどを食らいまして戸高、顎の骨を割られました。そして王座陥落しています。3年目のリベンジマッチ。WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦は第4ラウンドに入りました。飯田さん、この第4ラウンド、はい、ガメスが出てきたらちょっと前半の大きなポイントになりそうですね。そうですね、あの1、2ラウンドはそんな強いパンチを打たなかったんですけども、はい、3ラウンドに入ってガメス強いパンチを当てに来たんで、まあ、あのその距離が分かったっていうことだと思いますね。ちょっと動きがいいですよ、セレスさん、ガメス。そうですね、短期決戦を狙ってるんでしょうかね。出てきますよね。KO にはこだわらないと話したレオガメスです。そういえば飯田さん、前回の、まあ、WBA のバンタム級の正規のタイトルマッチですが、はい、40歳前だったんですけど、あの12ラウンド不利に戦いましたもんね。そうですね、もうこのペース、まあ、自分のペースで戦えばもう12ラウンド以上戦える。そうですか。ですね、もう技術テクニックで戦っちゃうタイプだと思います。まさにモンスターです。そうだ、あの試合も後半は取ってましたからね、ブレダル相手にね、はい。そのブレダルが防衛戦を行わないということで、この暫定王座決定戦が組まれることになりました。戸高対ガメス、あっと右、ちょっと戸高に正面すぎますね。そうですか。あのセレスさん、立ち上がりの方はよくサイドステップを使っていたんですが、ちょっと最近ね、正面立ってますね。あ、ミッドルサイドリー、サイドリーがボディをね、返す、いいボディですよ。前回の対戦ではガメスに顎を割られただけではなくてタイトルまでも取られました。病院へ直行、1ヶ月の入院生活、復帰までになんと1年5ヶ月間もかかりました。3年前の屈辱、これはロストのキャンプに降りてきた新しい自分で戦うんだ、戸高はそう言っています。第4ラウンド1分50秒経過。さあ接近戦からボディだ、ボディ寄っていく、さあ体をしてボディ寄っていくぞ、戸高。やはり飯田さん、この辺りガメスボディが弱いということを彼が知ってますね。そうですね、本当にさっきガメスがペースを取り出したところなんで、こういう形で崩していくのも本当にいい展開ですね。
まあ、ちょっとラフなぐらいこうやって体で押しながらでも、とにかくガメスに今ペースを取らせないことで、またボディをできるだけこう打っていくってことですね。まあ、あの緑チームの先輩でもある飯田さんですけれども、はい、この戸田のいいところというのはこの根性ですか。そうですね、はい、あと右側から2人コンビネーションが出ている。右は服を切ったガメス、右のカウンターは気をつけた方がいいですよ。右のカウンター、さあクリンチです。自分はボディを打っていくと後半止まると思うんですよね、はい、突進力がなくなると思うので、あと右から2人ボディ、そして顔面へ。第4ラウンド残り10秒切りました。ちょっと左合わせていきました。ガメス足を使いました。第4ラウンド終了。ベルトをかけての戦いというより3年前のリベンジと話す戸高。2000年10月9日、戸高はこのガメスに顎の骨を砕かれ壮絶な KO 負けで王座転落。試合後病院に直行しました。ガメスに倒された時の写真をロスキャンプに持参。悔しさをバネに復讐の日を待った戸高、屈辱感を味わい続けた1090日、最後のチャンスにボクシング人生の全てをかけます。さあ第5ラウンドが始まりました。軽く中央でグローブをポーンと合わせます。じりっじりっと前に出ていく4階級制覇のレオガメス、今日5階級を制覇することになりますと史上4人目という快挙です。 WBA から特別報奨金が出るとこういう情報も入っています。一方の戸高、リベンジに燃えますが今日勝ちますと2階級制覇、日本人としては5人目のこちらも快挙。さあちょっと待った感じ、前に出る戸高、左から右。いや飯田さん、はい、戸高の表情いいんじゃないですか。そうですね、さっきやっぱり先のラウンドで火がついたという感じですね。そうですか、はい、鈴木さん、はい、戸高陣営なんですけれどもね、非常にいい展開になってきたというふうに話しています。そして単発にならずにフック、アッパーとこういったコンビネーションを出していけと、うん、しています。おっとガメスが来た。おっとこの辺りは余裕を見せているんでしょうか戸高。そしてねリングサイドではですね、長尾剛さんがじっとこの戸高の戦いを見つめていますよ、はい、そうですか。入場曲は長渕剛さんが送った曲です。その長渕さんの目の前でどんなファイトを見せるのか戸高。そうですね、こういうステップを踏み替えながら、はい、細かいパンチを打ち続けていきたいですね。バックステップ、右ストレートのレンジには戸高はいません。この辺りちょっとガメスの足元を気にしている戸高です。セレスさん、このペースはいいんじゃないですか、この動き方。そうですね、このサイドに回りながら、まあ、ガメスと追い足がないので、はい、このある程度の距離にいれば届かないと思うんですよね。そして左を当てていく。そうですね、その作戦ですよね。左から右、打ち下ろし、これは首を切った。試合は第5ラウンドまで進んでいます。 WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦第5ラウンド、前に出る戸高、ちょっと首のあたり手が巻き気味に入ってきましたガメス。まあですね、今のもわざとやってるんですよね。あ、そうですか。バランスを崩すように、あれ結構疲れるんでしょ、ね、やると。そうですね、続きのパンチが止まってしまうし、はい、しかしガメスはどん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 前に出てきます。肩で押す戸高、ディフェンスの一つとしてやってるんですね。あ、なるほど。いやしかし飯田さん、ガメスはもうどん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 前に出てきますね。出てきますね。この形は良くないですね。あ、良くない、はい、戸高もこのガメスのが前進しながらこうジャブをついてくるときに、はい、今みたいにどんどんこう返していきたいですね。前に出てきた時こそ真骨頂を発揮するレオ・ガメス、40歳、不惑のモンスター、今日5階級制覇を狙っています。さあ、ボディ、アッパーから出る。おっと、これはもっと打ってこいという挑発か。飯田さん、このジェスチャーどうなんですか、トラカの心理を分析すると。いやー、もっと見たのキャラクターですね。キャラクター、はい、相手を挑発したトラカ、パンチを出します。あと、ボディちょっと笑みがこぼれた戸高、第5ラウンド終了です。長渕剛さんが観戦に訪れています。3年前王座転落の後、この長渕剛さんが入場曲に使ったホールドユアラストチャンス、歌を送ってくれました。そしてもう一つのメッセージ、これに勇気つけられて復帰の道を目指した戸高秀樹。第6ラウンドです。試合は中盤に向かいました。 WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦12回戦、
6ラウンド目を迎えています。3年前のリベンジ、そして2階級制覇、王座返り咲きを狙う戸高秀樹が左側、右側レオガメス40歳、5階級制覇を狙っています。アップマンデルクレー左で突き放す戸高、セレスさん、軽いジャンプできれば外したいですよね。このガメスもちょっとこうボクシングしてますよ、左をついてそういうジャンプ外したいですね。外したい、やはり今の採点でジャンプってのはすごい有効になるんで、おっとちょっとこれはフェイント入れただけ、左が大振り、右に返った、右打ったそうですね、どっちも行きたいですね、左に入る、左を離していきます、ガメス。はい、田中さん、ガメス陣営なんですが、あ、はい、中に入ってアッパーを打っていけという指示に対して、俺は分かっている、分かっているんだと少しガメス陣営に対して苛立ちを見せていますね。お、飯田さん、ということは分かっているんだけど中に入れないってことなんですか。そうですね、あの3ラウンドでクリーンヒットをした時とその次のラウンドから戸高の方がこう前に出る形になったんで、思うようにいってないと思います。もうさっきのラウンドは特にその、思うようにいかないっていうのがもう顔に出てましたね。なるほどね、ちょっと苛立ちもあるんでしょうか。鈴木さん、はい、長谷川さん、戸高陣営なんですけれども、ジェスチャーを見せたり攻撃してるのかなと思いきやですね、あの下がってきた時は非常に落ち着いた表情でうまくクリアのトレーナーの話聞いています。とにかくコンビネーション細かく一個前に立つなという話です。はい、セレス小林さん、はい、この戸高ですが今日はどうやらこう真っ向から打ち合いというよりも12ラウンドボクシングをしていこうと、そういう気持ちも見えますね。すごいいいですね。はい、冷静にならずに戦っていきたい。今のは力んでないですからね。はい、あ、ガメスの右、おっとガメスの競争が変わった、あーっと右、ドリンの右から一人、あーっとガメスが来た、右右、ガメスの右、これは危ない、これは食ってはいけないとのか、おっとわずか何ミリの戦い、やはりすごい打ち合いになってきましたね。6ラウンド一気に打ち合いですね。ナンバー2ガメス、6ラウンドは激しい打ち合いになりました。これから第7ラウンド、3年前の10月9日この7ラウンドがフィニッシングラウンドになりました。口から血を滴らせ壮絶な鬼気迫る顔をしてキャンバスに倒れ込んだ戸高、その第7ラウンドがやってきました。3年ぶりのリターンマッチ、戸高にとってはこれがリベンジマッチ、プライドをかけたリベンジマッチとなります。ガメスに負けた後引退を考えたことがあるという戸高、しかし長渕剛さんなどの励ましによってこのボクシング界一戦に返り咲いてきました。そして3年ぶりガメスとの対戦、さあ今日王座返り咲きなるか、そして2階級制覇なるか、戸高秀樹。試合は第7ラウンドに入っています。飯田さん、ちょっとガメスの方がですねどん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 前に出てきて動きが序盤から比べると格段に良くなってます。ちょっと危ないですか。いや、ですね、あの、トラは冷静なんで、あの、もう少しパンチをもらわないことにも集中した方がいいですね。ちょっともらいすぎですか。そうですね、あの、軽いジャブにしても、はい、あのジャブが当たるところはその後に強いパンチが打ってくるパターンなんで、ガメスの方は、ああいうジャブをもらわないところからも始めた方がですね。トラもジャブを振っと、あっと左から右、あっと左、パフォーマンスを見せています戸高。ちょっとのけぞった、戸高のけぞった、セレスさん、どうすればいいんですか。でもあのジャブをね、まず受けてですね、あのジャブをもらっているとタイミングを図られているんですよね。ちょっとガメスの顔の表情が冷静になってきました。ジャブをもらうってことはやっぱりそのガメスの正面に立ってるってことなんで、はい、ガメスはその次の攻撃に入ってきますからね。
レイバックしましたガメス。戸田君としてはガメスのジャブより先にジャブをしたいですよね。あ、もうちょっと先に打たれてるような感じでしょ。第7ラウンドバブラックリーン、トダガに攻めながらねガメスの右もらってるんですよね。もらってる、左一人、ハートボディ、ガメスのボディ、さあ今度はトダガのボディです。トダガのボディ、ガメスは右アッパー、この右は空を切った。またクイーンヒットが増えてきましたね。増えてきましたね、お互いに増えてきましたね。お互いにダメージがちょっとずつ溜まってきますね。ということはちょっと12回判定いかないかもしれませんね。この分の打ち合いですと戸高も時折やっぱり、はい、アッパーとまたボディもちゃんとしっかり打ってますからね、その辺も影響してくると思います。ダメス、戸高のパンチは空を切った。空より下がりたくないですね。下がってくるとダメスの思うつもですよね。ダメス、大丈夫ですか。さあコーナーに追い込んで細かいパンチを浴びせていきます。戸高まもなく第7ラウンドが終わります。右打ち下ろし、右左ガガッパー、右第7ラウンド終了。WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦第9ラウンドに入りました。飯田さん、今ちょっとガメスの右目まぶたカットという情報が入りました、はい、これは正当な打撃によるカットということなんですが、この後の影響はどうでしょうね。やっぱりガメスの方は焦ると思いますね。そうですか。今までもやっぱり思ったより自分が思っていた以上にできないということがあると思うんで、はいはい、その中でまたカットしたとなると、やっぱり焦ると思いますね選手としては、はい、鈴木さん、はい、ガメスのカットを聞いた陣営なんですけれども、3年間の思いを晴らす時だぞ、勝つのはどっちか、お前かガメスかというふうに戸高に問いまして、ほうほう、僕ですと力強く答えて出ていきましたよ。なるほど。さあ戸高前へ出る、ガメスの方も来る。セレさん、でもガメスは40歳といえどもまだまだスタミナは旺盛のようですね。そうですね、いや正直驚きましたね。驚いた、はい、このカットの影響というのは出てくるでしょうかガメス。ただ傷口がそれほど深くないので、まあ、ガメスのベテランになればそれほど考えてないと思うんですが、ただやっぱりパンチでの傷なので広がってきますとね。そうですね、今見てもあまり血が流れてるというのは見えないですね、はい、世界戦18戦目の百戦錬磨のベテラン、おっと左右のパンチ当たってる、当たってる、これはどうする戸高、あっとこのパンチは避けなければならない、一人一人そういう不要なねパンチを避けたいですよね、はい、ダメスが前に来る、あっとショートの右、右を打ち返す、左左左から左右のボディ、左のボディからワンツー、左右右一人、戸高が行く、戸高が滑る、さあ何だ、ロープを背負ったガメス、あっと右のパンチ、重そうなパンチだ。戸高も攻めてるんですけど、はい、下がりながらクリーンヒットを奪ってるのがガメスなんですよね。おこの辺りもちょっと判定になると微妙になってきますよね。あと右、そうですね、手数はすごく今スピードのあった手数は戸高の方が出してるんですけどね、はい、この辺りをジャッジ、3人のジャッジはどう取るか、今ちょっとぶらつきました、ジャッジの見方で変わりますよね。圧倒的に手数は戸高が勝っています。じりじりと前に出続けるレオンカメス、5階級制覇を狙うベネズエラの英雄、右岡を引きして左で突き放す戸高、この前へ行くこの気持ち、ガメス衰えるところがありません。残り30秒切りました、第9ラウンド、あーこれで簡単、横ちょっとヒヤッとした、追いかれて、さあ残り10秒切りました第9ラウンド、前に出る戸高、前に出る、前に出る、さあどうだ、ユー終了。試合はこれから第10ラウンドを迎えますが、戸高の細かい連打、
飯田さん、この連打が取られるか、それともガメスの有効な、数は少ないですけどもね、そうですね、取られるか、はい、残りは3ラウンドということになりました。 WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦です。さあ試合は第10ラウンド、厳しい表情でリング中央に歩み寄った戸高秀樹、緑ジム、30歳になりました。元 WBA 世界スーパーフライ級のチャンピオン、そのチャンピオンベルトを3年前このガメスに奪われました。そして顎の骨まで砕かれました。それから1090日、3年後のリターンマッチ、リベンジ、復讐を果たすがやってきた戸高。あっとフェリー、あっとガメスが前に来る、あっとガメス勝負を仕掛けるか、さあ左から右、細かいパンチ、さあ打っていく、冷静です、ダンス冷静。逆に戸高君のちょっと熱くなってますよね。熱くなってる。まあでも逆に言えばその戸高のリズムはこういうこう熱くなった時に良さが出るんですけどね。なるほど。またそのパンチをガメスが本当にしっかり見てますね。見てますよね。さあ残り3ラウンド。戸高のリズムは良くなってますね。脅威に乗ってたという感じで。はい。バックチェンパンチ、不用意にこの右を、ね、当てられるんですよね。そうですね。鈴木さん、そのあたりね、バッククリアラトレーナー、ハンズアップ、ハンズアップを繰り返してますね。あ、ガードを上げろと。はい。なるほど。あーと、左から右。あー、ガメスが出ていく。やはり、あのジャブをまず、防ぎたいですよね。あのジャブが当たるとですね、ガメスのリズムに乗るんですよね。しかし皆さん、この残り3ラウンド、はい、この最後の3ラウンドを制したのがチャンピオンというのも過言ではありませんね。もうそうですね、本当にそうですね。さあ気迫根性、トラが秀樹、左のボディ、あー左、ナイスボディ、左の打ち合い、右を狙ったトラか。40歳のガメス対30歳のトラか、枠のモンスターガメスに対して帰ってきた侍のトラか。やはり戸高の方が顔の傷が、目立つようになってきてますね。赤い戸高の方ですか。カブジンが目につきますね。まあそれだけクリーンヒットも多いということなんでしょうね。そうですね。左を当てられました。でもガメスの方も焦ってると思うんですよね。あ、そうですか。あの80点の仕上がりで、もう 80% の仕上がりで俺勝つんだみたいな言ってましたね。言ってたんで、前のその試合ぶりから見て、はい、ややちょっとその余裕持ってるというか、戸高の方は低く評価しているところもあると思うんですね。3年前の対戦ですね、はいはい、別に戸高のことは全く意識していないということを言ってましたからね、ガメスですね。だからこれだけ このスピードのある連打が打てるっていうのにはびっくりしてると思いますね。さあ残り20秒になります。第10ラウンド、決め手は一体何になってくるのか。両者10秒切った。少し、ね、血が出てきましたね。ガメスですか。ガメスね、7ラウンドに右目をカットしました。おっとこれは、あ、試合続行だ。さあ行く、さあ戸高、あっと右のストレートが終わりました。3年前ガメスに顎を割られて世界王座陥落、今日勝てば3年ぶりのリベンジ達成、そしてスーパーフライ級に続く2階級制覇、これは日本人5人目の快挙になります。世界ベルトよりもガメスへのリベンジ、このテーマで臨んだ戸高秀樹、残りは2ラウンド。さあ残りは2ラウンドになりました。さあこの2ラウンド、まあ、飯田さん、戸高がこの2ラウンドを取ればもう間違いないでしょう。そうですね、はい、セレスさん、ここまでの戦いぶりご覧になっていかがですか、戸高。そうですね、はい、あと2ポイント取りたいですね。取りたい、はい、はっきりとした形で取りたいですね。あ、なるほど。さあリング中央、足が止まってワンツー、そう、さあどうだ、届か、王座返り咲きに向けてこの残り2ラウンドを取りたい。さあボディ、左右のボディ、リングですよ。さあ接近戦で左を放っていく、あと左右のボディ、さあショートランダー、ショートランダー前に行く、肩で押す、さあ届かないく、3年間の踊りで届かないく、届かないく、打ち返したボディ、そうですね。そういえば戸高がチャンピオン時代2度目の防衛戦、元王者のヨクタイに対して11ラウンドの KO 勝利というのがありました。試合が長いというのは戸高のペースです。さあ行く、ガメスも出てくる、あと当たっている、当たっている、さあ
ガメスがこうして力を振り絞る。ガメスも出てきますけど、まあ、これからまだ戸高も出ていくと思いますね。はい、まあ、飯田さんもガメスとしては出ていかざるを得ないんでしょうね。もう ね、ポイントを考えると、はい、鈴木さん、はい、そのガメスなんですが、単発で終わらすなと、はい、コンビネーションを打っていくという指示を出しています、はい。さあ、そのガメスに対して戸高、3年間1090日の思いが今日のリングで爆発するか。最終ラウンドに狙えたら KO を狙うと言っていた戸高、11ラウンドを迎えています。11ラウンド、まもなく残り2分、まもなく2分を経過、距離が近づいてきたんで、お互いのパンチが当たりますね。お互い強い人多いですよね。ちょっとガメスも狙ってますよ。ガメスも狙っている。徐々に前に行く。もう一触即発ですね。ダメージの届くも両方もダメージ溜まってますね、はい。これはこの2ラウンドで KO が見られるかもしれません。ちょっとバランスを崩した戸高、残り40秒、第11ラウンド。まあ、飯田さん、両者ともにもきつい中で頑張ってるわけですもんね。そうですね、両方本当にダメージもあるし、はい、疲労も溜まってるんですけれども、戸高の方がもうそれをハートでパワーしてますね。ハートで、はい、勢いがあります。まだセレスさん、戸高のハート感じますか。いやー、もう感じますね、はい。セレスさんもこのガメスを、破った時はこのハートで戦いましたもんね。そうですね、ガメス選手は勝負してないんですよね。ハートに勝った前に来る。残り10秒、第11ラウンド、右手を振って戸高、第2人、さあ、右2人、右2人、右2人、11ラウンド終了。さあ、戸高、王座返り咲き、男のプライドをかけたリベンジ、チャンピオン返り咲きに向けての最終ラウンドを迎えました。12ラウンド、できれば最終ラウンドで KO したい、そう話した戸高。さあ、 WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦ファイナルラウンド、12ラウンドを迎えました。このラウンドを乗り越えれば戸高チャンピオン返り咲きになる。はい、どうぞ。チャンピオンになりたいか、なりたいかと3度聞いて、その時にはいはいと答えが出てきましたよ。今のこのラッシュにその気持ちが表れています。そうですね、もうそんなもう細かい指示はないですね。相手の気持ちですもんね。もうそれだけです。3年前の10月9日にはこのガメスに顎を割られ、タイトルを持っていかれました。3年間屈辱の日々、それを耐えてようやくこの日を迎えました。今日はタイトル、ベルトというよりもガメスに接続したい、そう話した戸高。最終ラウンドを迎えています。40歳のガメス、ちょっと口が開いた。正直ガメスの口までベルト、そうですね、すごいですね。すごい、まあ、さすがにモンスターですね。もうね、4階級制覇のレオ・ガメス、ガメスも5階級制覇を狙っています。最終ラウンド、さあ、戸高、おっと、ちょっと左目の額が切れた。しかし最終ラウンド、たまってはいられません。さあ、戸高、残りは2分を切った。右のパンチですかね。今の右当たりましたもんね。右で切りましたね、はい。さあ、どうだ。残り時間は1分30秒。あっと、ガメスが来た、ガメスが来た。戸高、ここは踏ん張りどころ。チャンピオン、右肩のスリーアウト。ちょっと出血が多い、思わぬアクシデント。最終ラウンドに思わぬアクシデント。目に入ってますね、血が目に入ってますね。さあ、どうする。戸高、接近戦に行く。ピンチに逃げる。そうで、中間距離は避けたいですね。中間距離は避けたい、はい、右来ますもんね、はい。飯田さんはどうすればいいと思いますか。戸高、いや、もうもうひっつくか、もうひっつくしかないですね。ひっつくしかない。こういう形でどんどんガード固めて、はい、もう正面が固めて、この距離で固めあっと、中に入る。ここはガメス、火星に攻めてくる。ガラスにとってはビッグチャンス、最終ラウンド。さあ、戸高、どうする。あっと、根性だ。戸高のド根性、すごい根性ですね。戸高さん、残り45秒を切った戸高。いや、ガメスも苦しいですね。苦しい、ガメスも苦しいんですね。さあ、戸高秀樹、3年前の屈辱を果たすか。ガメスももっと行きたいんですよね。行けないですね。これだけ足を使われると追えないですね。さあ、残り30秒を切った。さあ、戸高、3年前のリベンジ果たすことができるか。40歳のガメスに対し、ここまで果敢に戦ってきました。根性を見せました戸高。もうハートだけですね。低
そうですね、さあ残り15秒、自分がチャンピオンになるんだというふうに思ってますね。今田が指摘、王座返り咲きなるか、2階級制覇なるか。さあ最終12ラウンド残り5秒切りました。最終12ラウンドの勝負となりました。勝負は判定です。ファイナルスタートいたします。ジャッジエリック・ミルハム115対113、レオ・ガメス。ジャッジリンコン・プレンサム115対113、戸高秀樹。さあ最後ジャッジムーン・ホー・ムーン116対114、勝者 WBA 世界バンタム級暫定チャンピオン、戸高。まず今の気持ち、戸高さん、お聞かせください。本当にいろいろと、いろんな人がすごい僕のために協力してくれて応援してくれたんで、ここまでまたチャンピオンに帰ることができました。ありがとうございます。